今日はね、美味しそうなイチゴを描いてみたいと思います。では形描きましょうね。そう、イチゴの形こんな感じですよね。後ろにもう一つ描いてみましょう。こっちから光が来てます。だからこのイチゴ、ここですよね、日陰がね。ここにブツブツっとあります。そして床にある影を描いて、ではこんな感じで描きましょうね。まず赤を塗ります。この時ね、ここはちょっと肝心なところなんだけど、ほら、ここにブツブツと光ってる明かりとかあるでしょ。そこをね、紙の白残します。そしてあとは全部この赤を塗ってしまいます。後ろはこの、光った粒々のとか少なめにして塗ってしまいましょう。そして次は黄色ですね。明るい黄色です。これで、ここのね、ヘタのあたりですね。このあたりをちょっと塗ります。そして少し暗い赤を足して、この粒々のあたりをと、その周りを塗ります。後ろも塗っちゃいましょうね。ほら、ずっと美味しそうに見えるでしょ。そしてその赤でこのね、光ってるこの粒々のところをちょっと点々点と塗ってあげます。これちょっと乾かして、もっと暗い赤でね。そして暗い青を加えて、このツーツーを少し描いたら、ここですね、最初鉛筆でほらやった影のところですね、そこを塗りましょう。次に緑でヘタを塗ります。急にイチゴらしくなるでしょ、ヘタを塗るとね。ちょっと青の色をね、このヘタのこの影のとこね、こっちに少し足してあげます。こんな感じかな。今度はこんな紫色っぽい色だね。これで、このテーブルの上にある影を描きましょう。こうするとイチゴがテーブルの上に置いてあるって感じしますよね。どうでしょう。ちょっと乾かして、もう少し暗い色でもう一回この影のところですね、ここら辺ちょっと塗ってあげます。はい、黄色で粒々を少し足してあげます。こっちもね。はい、出来上がりました。はい、いちごの絵をね、描き上がりました。どうですかね。いちごはもう誰でも好きな果物だし、色も鮮やかでね、もう絵のモチーフにはとってもいいんですね。このいちごをね、簡単に描く方法、ほら、この光ったところね、光ったところのつぶつぶ感を紙の白をこうちょっと残していけばいいんだもんね。イチゴの形そのものはもう簡単だから、この白のとこを残す、もうこれでこんな簡単なことでね、イチゴの雰囲気出るんですよ。ね、素敵でしょ。ほら、これがね、イチゴですね。似てるかな。ね、さあこれからね、私と一緒に水彩楽しんでいきましょう。それではまた。いただきます。
かがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。